これはモーターツールのですね、このビットのちょっと特殊なやつで、ジルコニアっていうものらしいなんですけど、これはまあ、 金属じゃないですよ。見てみたら、なんだ、瀬戸物らしいですよね。で、何がいいのかっていうと、まあ、切れ味もいいんでしょうけど、まあ、これまだ一回も使ったことないですけどね。まあ、目詰まりするかもしれないけど、洗えばいいでしょう。で、何がいいのか、多分ね、金属のように熱を持たないっていうことが一番いいんだと思います。で、かなりいい切れ味ですね。削る力もスムースに、カット面もいいようです。と、まあこんな感じで成形してやります。ああ、やっぱり集塵機が欲しいな。マスクだけでは足りそうにないですね。はい、洗浄していきます。はい、洗浄が終わりましたので、これぐらいのね、パーツになりました。で、走行部分と適走行部分、まあ、とフレームの色と、その武器とフレームに分けて、選別していきます。で、赤いところはこのブラッ、GX メタルブラッディレッドっていうやつですね、を使っています。今ですね、フレームの方も塗っておりまして、こちらはちょっと容器違いますけれども、メカサフのヘビーですね、塗り分けのっていうかね、色違いをね作りたいと思いますので、これはもうサフですので、サフの面のまんまの色のものと、でサフではない部分とに分けていこうと思います。塗り分けが終わりました。手とかね、いやー、まあまあいいかな。あとは、このエナメルで塗料を塗りましたので、まあ表面をねちょっとコートして守ってやろうかなと思います。もですね、まあ剥がしていこうと思いますので、最近剥がし塗装ばっかりやってますけれどもね、先塗りに、銀サフと黒サフを混ぜたものを、これとかもそうだし、このホワイトのやつにも先にね塗っていこうと思います。で、塗った後ですね、これですよ、ケープのスーパーハード、300円ぐらいなんで安いですよ。これも直接ね、ケープのスーパーハードをシュッとやって、でその後塗るのがこちらのタミヤのアクリルと、今日買ってきましたですね、タミヤのアクリル、赤白青ですね。これ全部フラットです。フラットブルーとかフラット
レッドにフラットホワイトですね、を持ってやろうと思います。あ、イエロー買ってくるの忘れてるやろうか、なんか忘れてると思う。あ、イエローあったかな、なかったかな。まあ、まあそんなこんなでね、まずあのサフの方拭いていきます。はい、イエローね、在庫で持ってましたんでね、偶然ですよ。本当こんな色なかなか買わないですからね。これでまあ十分全部対処できるかな。はい、サフのねエボシルバーとエボブラックを1対1ぐらいで混ぜるとこんな感じになりますので、これを下地として使っていきます。はい、だからですね、あの黒サフじゃないや、グレーのサフがね吹けたところですので、でまあ見えてますね、このケープを使って、コーティングをね、水性のコーティングを一回しておこうと思います。ケープね、スーパーハードですですかね、スーパーハードを一層つけておこうということです。塗り分けなどを行っていきたいと思います。まあ、塗り分けも特にこの筋彫りよりも筋彫りの外とか内側とか、アクリル、タミヤアクリルなので、タミヤアクリルですので、この下に塗ってるのもタミヤアクリルのホワイトですから、どこ塗りましょうかね、こういうのね。どこを塗ろうかってこう迷うのも楽しいですね。こんな風にでいいんじゃないかな。この後ね、今まで放置しっぱなしのこのフレームの方にね、パーツをね取り付けていきたいと思います。頭部ヘッドですね、出来上がりました。目はもうあらかじめ、蛍光レッドで、塗装済みでございます。取り付けですね、サブアームカバーかな。はい、これで両腕出来上がりですね。こんな感じで今足が1本ね出来上がりですね。出まして、でここヒールバンカーがあるんですけれどもね、今回まあ別にこれに何かしようなんていうふうにはせずに、スルーさせていただきます。このままでございます。はい、腰の部分ね組み立っていきましょう。まず最初はギュッギュッと入りました。でこちらで左右の足がつながりましたね。
青のり分けをしてないとダメなんだね。あとはね、後はめ加工したものなんですけれども、これはあの尻尾の部分ですけれども、こちらはですね、接着をしてしまいます。で、ここはね、あのここのパーツの部分はもう削ってありますので、削った場所ですね。削ったところです。ほんの少しで塗りつけてやって、ここのところに本来のセットする場所ですね。ここにゆっくりと差し込んでいくように。溝の中が、わかりますかね、溝があるのわかりますか、その溝に入るようにしてやると、これでもう外れないです。だからこれは一発必中で終わる後はめなんですけれども、これでもう取れないですね。このタミヤのセメントですね、白蓋の瓶セメント、まあ、あの塗料残ってるんですけれども、この部分だけで接着をさせてしまいます。あまり塗りつけるとはみ出ちゃうんで、まあ、これぐらいでベストになってるかなと思います。では、スリット同士で合わせてゆっくりと、はみ出ないようにね、はみ出てもらわないように量をね見ながら接着をしてやると、こんな形で十分強度ありますんでね、これぐらいでね、若干ちょっと残しちゃったかなっていうところです。でここは少し伸ばしてありますので、ランナーでね、伸ばしちゃいました。だからあの他のキットよりも、あの普通のノーマルに組んだキットよりもここは長くなっています。うちのロプスレックスはね、こっちか尻尾ね。でまあこんな形でございますが、これね後ろにくっつけたままでは多分使わないので、どうせ線でね、コードでこう伸ばした状態でフランとこう浮いたような形にしたいとは思っています。はい、でかいですよね、ここからここね、足の長さに近いぐらいあると思います。はい、それではね、全体像をね組み立てましょう。また分解するとは思いますけどね、上下半身をまた取り付けていきましょう。取り付けます。やっぱりこれね、外れちゃう。よいしょ。はい、つけて、背中も、バックパックも、つきます。はい、ロプスレックス。とりあえずね、基本塗装完了ですね。の状態で、まあ、こういう感じでございますと。まあ、ちょっとムラになってるんですけど、ムラ、塗り分けのグレーの部分がね、ムラにはなってるんですが、まあ、この辺は今からね、加工していく上で、まあ、特には問題なしと。はい、やっぱ、爪がね、これでちょうどいいかなと思われます。あと黄色の部分も、まあ、これとこれが、まあ、目立っちゃうんですが、ここのやっぱり黄色は、ね、目立ちますよね。